父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に。皆さん、聖なる詐欺を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。父である神よ、あなたは罪の惨めさの中から私たちを救い、誠の幸せに導いてくださいます。信仰によって義とされた人々が、いつも恵みに支えられ、生涯キリストに従って生きることができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、いよいよとこしえに生き納められる御子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、人たちの宣教。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなた方は、先祖も私たちも追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが、自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えると、ヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後、私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や、私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと、締め殺した動物の肉と、
地頭を避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。神の御言葉。私の声を聞き分け、私もその羊を知り、羊は私に従う。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、ヨハネによる福音、主に栄光。ヨハネによる福音。その時、イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。主の御言葉。キリストに賛美。イエス様の愛にとどまるということは、私たち信者として一人一人呼びかけています。イエス様の愛にとどまるというのは、イエス様の掟を守る。また、父なる神様の意志によって私たちもこの絆つながっていることを実現することは、イエス様が今日のミサでこの福音を呼びかけています。毎日の生活で、この愛によって私たちは行動することは、
その使命が受けています。今日一日、その愛によって私たちの言葉、またすること、考えること、すべて愛によって歩んでいきたいと思います。主様と共に、また、この いろんな問題に対しても、私たちはいつも愛にとどまることがありますように、このミサを捧げますよ。聖霊の導きと照らしを祈り求めますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り。私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、あなたは御子の奉献によって私たちを誠の命に預からせてくださいます。キリストを知る恵みを受けた私たちが信仰を生活に生かすことができますように。私たちの主イエス・キリストによってアーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、過ぎ越しの子羊クリストが捧げられたこの時、感謝と喜びに満ち溢れて、あなたを讃えます。キリストは死からの復活によって罪を打ち破り、倒れていた世界を立て直し、新しい命を私たちにお与えになります。全世界は復活の喜びに満ち、すべての天使はあなたの栄光を称え、終わりなく歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、
罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、かつを褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と、かつの記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの清会を思い起こす。清子、フランシスコ、私たちの司教、トマサクイナスマイダマンヨと、ウサスキヨ、パウロサカエトシイロ。すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今、ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父にあるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる、私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、ゆよ、とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Thank you.
世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたの民の力となってください。主の食卓で養われた私たちが、古い人を脱ぎ捨て、新しい命に生きることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭儀終わります。行きましょう。主の平和のうちに、神に感謝。Thank you.
月も覗くお休みのご挨拶。